すぐすぐ来るんだ。そうですよね。どこ立って位置にします。もうじゃあ前にします。もう待ってますよ。えこんなもうやってんすか。ちょっと待って、なんかすごい微妙な感じで始まっちゃった。あっぱれ増刊号です。はい、よろしくお願いします。言ってくださいよ。え、どっから待ってた。ちょっと危ない。言ってくれなかったら危うくキスするとこでしたよ。危ない、バレるとこでしたね。バレるとこでしたよ、本当に。ちょっとよかったということでね、はい、初めての増刊号でございますけれども、はい、増刊号っていうのは何なんですか。あのね、年に6回、はい、それまでにやった回の振り返りだったり、はい、撮ったけど、はい、放送には入らなかった未放送のとこだったり、なんかそういうね、あとはこう企画だったりをやるっていう回なんですよ。内容は合ってないようなもんです。合ってないようなもの、はい、ああ、じゃあなんか何も準備してないけど大丈夫ってことですか。あの、準備しないでください。あ、わかりました。ということでね、はい、今回振り返るのはこちらの町でございますね。これまでね、4回行ってきた。そうですよ、一番最初の1ヶ月です、はいはい。あ、今ね、私たちこの4月30日放送の三浦市のロケ終わりでこれを撮っておりますね、うん、はい。結構こう県内まんべんなくというか、まあ、まだこの辺りの地域行ってないですけど、うん、結構回りましたね。そうですよ、うん、でもどうですか、1ヶ月終わってみて。いや、1ヶ月あっという間でした。本当に、何だろう、言っちゃえば正直清川村は楽しかったは楽しかったんですけど、うん、なんか最初で頭がいっぱいになりすぎてあんまり記憶がないんです、はい、なんか美味しいお肉食べたなとか、うんうん、そういうね、あのキャラの濃いアベンジャーズのね、高子さんに会ったなとかっていう記憶はあるんですけど、はい、なんか本当にいろんなことが思い出せない、うん、だから記憶喪失会ですね。なるほど。清川村はでもそれからは徐々にね、やっぱよいしょくんだったりとか、うん、ザマリンにあったりとか、いろいろ思い出してきますね、うん、でも他の番組もやってるから、うん、もう TVK 自体にはもう馴染んだでしょ。だいぶ馴染んだと思いますね、はい。あと、あのロケバスの中でもスタッフの方とたくさん話してますけど、はい、なんだったら僕よりたくさん喋ってますもんね。スタッフの方とおしゃべりなだけですよ多分。じゃあ行きましょうか。はい、増刊号一発目ですね、はい、あっぱれ神奈川大行進増刊号スタート。イエーイ、増刊です、海です。今日2日目ですよ、だって入社ね、まだアキラさんとも今の段階でお会いしてない状態なので、ね、ちょっと楽しみよりも不安の方が大きくて、いや、なんか本当に今もう不安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 ですね。アキラで失礼いたします。よろしくお願いします。アキラ100%です。もちろんよろしくお願いします。穏やかな雰囲気はあるんですけど、なんか明るそうな方ですね。もし学生の頃だったら、なんか僕消しゴム忘れたら
すぐ貸してくれそうな感じっていうか、おあれあれあるよっつってポンと貸してくれる感じの雰囲気の方ですね。どうですか岩手と比べて。あ、なんか岩手の山って結構力強い感じの険しい山が多いので、なんか見守ってくれる感じの山ですね。今いるのがこの焼肉屋さんがそこなんだけど、はいはい、その裏、役場の裏、はい、役場が あの茶色いやつ、はいはい、もうすぐオープニング始まりますけど。始まりますね。こんなに離れてスタートするんですね今日から新しいパートナーでございます。紹介しましょう、こちらの方です。遠い長い焼き屋さんが遠いですよ。はい、オープニングありました。あこれでいいんだか。思ってたよりもすぐ始まるんですね。こうついてここに来てはいっていう感じなんですね。ウコンってこういう感じ書くんだ。これってあれですよね、ウコン、あの飲み物である。うつの金、はい、うつの金でウコンなんだ、うん、これ置いて、置いてこう置いてこう。すごいスピーディーなんですね。もう本当にちょっと気抜いたら置いていかれてしまう。おとなしいね。川と道の間に張ればいいんですね。ここですね、はい、はい、じゃあここでいいですね。はい感謝の感謝の気持ちを込めてありがとうございました。初回終わりましたか。あ、終わりました終わりました。今どんな気持ちですか。あのですね、記憶がないです私本当にやりました初回。2年目の先輩としていかがでしたか。はい、先輩なんてことないですけど、でもやっぱりもう地形があるから。いや、もうあれじゃないですか、1ヶ月後ぐらいには尻に敷かれてんじゃないですか尻に敷かれる方がお好きですか。いや、そんな割とね。であれば敷きに行きますか、はい、いいえ、そんぐらい、はい、はい、通ってきます、お願いします、はいはいはい、あはい、ちょっと楽にしてください、はいはい、うんバランス的にはいいんじゃないですか。うん、でも2人ともなんかめちゃくちゃ手に力入ってる感じがなんか出てるね。はい、本日さらにゲストの方に来ていただきました、照井七瀬さんと藤坂奈穂さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おーすごい、あーちょっと待って、すごい、今のなし今のなし確かにちょっと今微妙でしたよね。今のは多分普通の人でもできる、はいはいはい、あーちょっと待って、できない高速空飛ぶじゃないですか。高速が空を飛ぶ、どういうことですか。TVK に戻ってきました、はい、いやー、あきらさん、はい、増刊号は、うん、この広いスタジオにポツンとした状態でやるんですか。これは僕も初めてです。おいつもはもうちょっとちっちゃい、うん、あの会議室みたいなところでやるから、はいはい、あ、ここでもう撮っちゃうんだぐらいのラフな感じでやってるんですけど、はいはい、今日はがっつり照明もありますし、ね、すごい真っ白いね、綺麗な広いスタジオでやってるんでね、ですちょっと私もそわそわしております、うん、こんなに立派なスタジオがあるんです ねどうあるんですよTVK にあるんですよ、ちゃんと。そんなね、自分が入ったことないから知らないんだけど、はい、あるんですよ、ね、ちょっとどんな絵になってるか楽しみですね。そうですよ、そういえば4車線のこの合流にめちゃくちゃ感動しましたもんね高速の。そうなんです、あの横浜町田インターチェンジでしたっけ、うんうん、ですよね。あそこでそのインターチェンジ出たらドワーって車がいて、うん、
ないないない、岩手ない、岩手ない。本当ですか？本当に本当に。ちょっと嘘言わないでください、信じちゃうから。岩手は高速降りたら別に困らない、ゴールデンウィークとかでもそんな困らずにこうスーッとみんなこう思い思いの方向に抜けていくんですよ、うんうんうん、ただゴールデンウィークでもない、ただの土曜日にあんなにこう車がこうおもちゃみたいにこうグワーッと並んで、もう私感動ポイントが多分みんなからちょっとバカにされてるかもしれない。いや、バカにはしてない。あと高速空飛ぶじゃないですか。高速が空を飛ぶ、どういうことですか？高速って空飛んでるじゃないですか、こう入り組んで。あ、その高架みたいなこと？あ、高架っていうのかな、その高いところに、地面じゃなくて、こうぐるっと回って別の道に行くとか、そうです、ぐるっと回って合流するとか、はい、そういうこと？はい、もうあれすっごい楽しくて、あ、はい、いや、これは多分みんなバカにしてますね、この雰囲気は。盛岡だってそんなに田舎じゃないでしょ。いやいや、田舎じゃないけど、その高速とかに関してやっぱ今まで経験してこなかったものだから。確かに人は多い、人というか人と車は多いか、はい、うん、本当に多いですね。で、回った先でよくね、はいはい、サインとか頼まれるじゃないですか。そうですね。でね、それに関してね、ちょっとメールがね、うん、はい、来ているんです、はい、横浜市の山崎さん、はい、ありがとうございます。ホームページで掲載されていた照井アナのサインに描かれていた神奈川にがいい味出してますね、はいはい、昔から絵心あったんですか？おお、あ、そっか、あの番組の後にホームページ更新されますもんね、うんうん、昔から絵心あったんですか？ですって。絵心はそんなないとは思うんですけど、うん、私大学でその幼児教育コースっていうところで、その幼稚園の先生になる勉強もしてたので、だからこうイラスト描くと か、 なんかそういうのは割とやってきた方かもしれないです。一番初めは、はい、私、はい、サインとかないんですみたいなこと言ってましたもんね。そうなんです、本当私サインないですね。だから最初のサインって多分清川村の公園か、うんうん、公園に行った時のサインは署名でした。署名、署名、あの横に母音押しそうなやつです。そう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 、そう、ハンコポンって押さなきゃいけないような感じで書いたんですよね。あれがあって、はい、なんか考えなきゃなみたいなのが自分の中であったんだ、はいはい、そうなんです。で、次のお店で求められた時は、うん、スマホであのテレビ神奈川のね、TVK のキャラクターの神奈川にを、うん、こう頑張ってこう模写するじゃないですけど、はいはいはい、っていうサインがその時生まれました、うん、この時、うん、全身書いてたんですよ、神奈川にの、うんうんうん、ただそれこそね、さっきから言ってる通り、あっぱれってすごいスピーディーな番組だから、うん、私がこうスマホを見ながら全身書いてる時間なんてないわけですよ。今はこう頭の部分だけになりました。神奈川に全身だけじゃなくて、はい、このバストショットというか神奈川にのバストショットに名前を書くっていう形に仕上がりましたね、うん、なるほどね、はい、ちょっと書いてもらえますか？書きますか、うん、よし、じゃあ私の完成形のサインを、うん、ああ、そうか、そういう、幼児教育っていうね、はい、やってたらいろいろキャラクター描いたりとか、そうなんですよ、そういうのするわけだ。すごいな、すごい、自分で描いててあれですけど、やっぱスピード上がりましたね。だいぶやっぱ慣れって恐ろしいね、はい、だいぶうまく描けるようになった気がする。ちょっと待って、あれ本物の神奈川にってどういうんだったっけ？え、こっちしか見てねえからなんか分かんなくなってちゃった。アキラさん、私のこれしか見てないですもんね。うん、かわいい、うん、うん、かわいらしい、はい、はい、で、私のでこれを、はい、持ち、ここからバストアップね、バストアップにしていきます、うんうん、はい、私の完成したサインが、へい、こちら。ちょっとなんかあれ、ちょっとなんか違くない？あれ、ちょっと待って、味はあるよ、すごい味ある。あれかな、口がもうちょっと大きくて、うんうんうん、顔の部分がもうちょい細いんだ。 K だな。 あ、本当だ、 K？ 神奈川の K なんだ。 K？ あ、本当だ、俺も初めて知った。知らなかった、 K か、神奈川の K か。確かに K って考えるとちょっとバランス悪いですもんね、うん、これだと。確かに確かに、ちょっとね、なるほどね。じゃあ、うんうん、ちょっと次回からもうちょっとダイエットさせて、うん、顎も下顎も伸ばして、顎もね、ちょっと下顎も伸ばして、うん、ですね、もうちょっとシュッとさせます、次から。何、はい、人の似顔絵とかパパって描けたりすんの？似顔絵ちょっとロックさんとか。どう？描きますよ、ロクさんの似顔絵。さっとこう軽くマスクだけ、ちょっと一瞬だけマスク外していただいていいですか？ちょっと、でもよく考えたらロクさんの顔があってまじまじ見るの初めてかも。
あ、なんかロクさんと初めて会った気がします。なんかこうなんかね、でもちょっとマスク取ったらちょっと新鮮。そうなんですよ、マスク取ったロクさん見たことないから。できました、結構自信あります、はい、本物のロクさんね、こちらのお顔でございます。私の描いたロクさんはこちら。え、似てません？ちょっとこっちもう一回見に。はい、どうぞ。え、似てません？似てるかな。なんだろう、似てますよ、ね、独特のタッチだね。ほら、似てる似てる。どうだ、似てるか。絵だけ見てもどうだろう、これで似てるって言ったら絵見て笑ったのがどうなんだって話になる。いや、なんかこう私人の絵描くときなんかやっぱこうなっちゃうんですよね。いや、でこうなっちゃうんですよね。どうなんで目玉ないんですか。いや、目玉は心が綺麗な人にしか見えないんですよ。ちょっとこれからいろんな人の顔も描くかも、描くかもしれないですね。本当にそういうチャンスもあるかもしれない、はい、逆に絵描いてくださいとか、ああるかも。サインの代わりに、サインの代わりに似顔絵描いてください。覚悟しておいてください。自分の顔とか描いたことあるんですか。うわ、なんか中学校ぐらいの時に授業でありませんでした、美術で。ありました、ありました、自画像みたいな。あったあった。それでは描いたことあったかな。どうします、こうやって。あ、ここで、あ、自分の顔見ながら。自画像、ちょっと待ってくださいね。やめてよ、自分だけ時間かけて描くのやめてよ。自画像ね、オッケーオッケー。視聴者の皆様、いつもたくさんのメールありがとうございます。そんな中ですね、照井アナに代わってから同じ内容のメールをたくさんいただいているということなんですよ。それはですね、本当に機械体操部だったんですかっていう内容なんですね。で、僕もね、会話の流れでしか聞いたことないんで、まだね見てないんですよ。ということで本日着替えてもらいました。どうぞ。で、何？恥ずかしい。何が恥ずかしいの？ピチピチしてるから。いや、あのね、そういうのはね、もう自分で言ったらね、はいはい、絶対みんな見るんだから。そっか、言わなきゃよかったんだ。先に言う。だってもう、ちょっと痩せよ。ちょっと痩せよ。ちょっと痩せます。たくさんメールいただいてるんですって、はい、本当に機械体操部だったんですかっていう。ありがとうございます。本当に機械体操部でした。どれぐらいやってたんでしたっけ。6年間ですね、中学校から高校卒業まで。いや、なんだったら、はい、こう一番運動能力を、うん、はい、がこうアップできる時期というか、部活も一生懸命やるし、はい、体もだんだんこう大きくなっていくしっていう時期ですもんね、うんうん、はい、でも俺実際に機械体操やってましたっていう人、はい、初めて会うかもしれない。本当ですか。まあ、でもそんな確かになんか、ね、サッカーとか野球みたいに、まあ、誰でもやってるスポーツではないですもんね。どうですか、心の準備はできてます。ちょっとね、トークでつないでいただいて多分ね、心の準備をしていただいたと思うんですけど、ただ、まあ、うん、言っていいですか、うん、やってたのは中学から高校、はい、だから18歳までですか、はい、今27歳ですよね、はい、9年ブランクがあります、うん、まあまあありますね。そう、継続的にやってるわけじゃないんで。もうやってる年数超えてますね。超えちゃった、超えちゃった。ブランクの方がね。なんで。でもまずはね、こうマット、うん、マットがね、せっかく用意していただいたんで、準備しましたんで、はい、ちょっとじゃあ何やろうかな、軽く自由演技、あ、側転お見せしようかな。側転ね、うん、はい、側転だったらできる、今でも。え、どうしよう、これで骨折とかしたら。やめてくださいよ。気をつけないと、気をつけないと。次のアッパレこうやって来ないでよ。ここで切れてね、映像ブチって切れて。ありがとうございます。気をつけます。本当に、はい、それだけは気をつけてください、はい、無理はしないように。はい、測定はできると思うので、はい、はい、では、はい、あ、いいですね、お願いします。はい、あ、上手、行きます。あー、綺麗。はい、どうでしょう。あ、この手の角度がいいですね。手は、うん、この真ん中の指をくっつけて、うん、はい、こうで、うん、ちょっとずらしてピッ、あ、一丁前ですねっていう構えだけは。6年やってたんですよ。一応ね。あ、いいですね。そう、構えだけは覚えてます。いい、あ、でもすごい綺麗でした今。マキラさん、一つ言っていいですか。はい、
だいぶこの辺痛いです。あ、今のでもうやってないから。いやでも分かる、あの側転とかって昔、はい、俺も中学の時のイメージあるけど、うん、はい、こうやろうと思ったらもう、はい、この足の、はい、この筋とかが痛いよね。伸びました、うん、わこれが運動不足だ。他にも他の技もちょっと見せてくださいよ。何がいいかちょっと今でも確かにこの片鱗はあるな、はい、そしたら、うん、なんか技じゃないんですけど。あ、技じゃなくても全然。なんかトレーニングの時にやってたイモムシっていうトレーニングをやってもいいですか。はいはいはい。これはね、体をべったりくっつけるんですけど、はい、できるかな、うん、いきますよ、はい、わ、なにそれ、なにそれ、え、なにこれ、すげえ。なになになに、これ、イモムシ。イモムシっていう技。え、イモムシに見えませんでした今。おう、見えた。こう、おう、じゃあ、アキラさんもあの、うん、イモムシを。いや、俺はやったことないじゃん、はい、だって。いや、でもほら、あのマット運動得意っていう噂はあるので。マット運動得意って、はい、イモムシ、はい、アキラさんのイモムシを。イモムシ、なんだろう、あの打ち上げられた魚みたいな。あの陸にね、登ってきた魚みたいですね。いや、鳩屋じゃないんだから。ビチビチビチじゃない。あきらさん、マット得意じゃないんですか。得意じゃない。何情報、どこで調べてきたやつそれ。結構なんかスタッフがみんな口を揃えて、あきらさんマット割と得意らしいよ、負けないでねって言われたんですけど。できない、できない。あんなイモムシなんて、いや、すごいね、イモムシ、ね、イモムシ得意技あるじゃない。あれでも技にならない。履歴書書けるよあれ。あ、得意、イモムシ、イモムシ、そうか。じゃああなた、イモムシって何ですか、やってくださいって言ったら、はいって、はい、って絶対覚えるもん。確かに、はい。あ、すごい。あ、ダメだ、いけなかった、いけなかった、いけなかった。はい、もう一回いきます。いいですよ、はい、うん、もう一回でもいいんですよ、もう一回でもね。いいですね、はい、いいですね、いいですね、いいですね。いけるかな、戻るかな、いけ、あ、うわー、綺麗。待って、びっくりした、今めまいした。うわ、ダメだ、ブランク、ブランクだ、これめまいしました、世界も終わりました今。いや、でも立ったや時、はい、ちょっと綺麗だったわ。あ、ピッて、それ一枚なんだよね、やっぱな、これは。はい。この構えだけは今も。いいですね。苦手なんですよ、平均。でもここのね、長さだとあんまりもう技もしかしてできないかもしれないんですけど、やっぱりこう。なんか。あ、いい、あ、いいですね。どうですか、ぽくないですか。やっぱちょっと収まりがいいですね、ポーズの。そうですね。うん。ってやってこうスッとかってやるんですよ、はいはいはい、でこうやってこう技に向かっていくと。あ、そういう感じ。なんかちょっとその場でバランス取るよみたいな技とかあるんですか。確かにこういうのやってたかも。あ、すごいすごいすごい。あ、でも、あ、いて。やっぱりだいすもうブランクがね。はい、やってるやってる、はっきり残った。結構いい足腰してますね。頑張れ頑張れ。うわ、やだ、絶対負けない、負けたくない。残った残った、みんな応援してあげて、みんな応援してあげて、お姉さん。負けない、まだついてないよって。まだついてない。頑張った。結構いいな、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 空が青い。最長記録です。最長記録、最長記録です。あ、ちょっとそれ、あ、舐められたね。ここからでいい。いや、でもさすがにこっからだったら入りますよ。入る入る、入りますよ。舐められたもんだわ。じゃあいきますよ。ラスボスは負けないよ。外すんかい、外すんかい、行かなかった。ラスボスマン、ラスボスマンが。てるてるってどんな人？てるいやな徹底解剖スペシャル。
ってまいりました。はい、はい、スペシャルってどういうことですか？拍手しちゃったけど、はい、このコーナーではですね、テルイアナを徹底的に解剖したい、はい、あらま、そんなコーナーでございます。あら、これ気になりすぎるんですけど、そうですよ、これ何ですか、この黒布は。オープンしちゃいましょうか、これね、はい、きますよ、はい、ズン。おお、何これ、すごい、すごい、私の、そうです、プロフィール、プロフィール、 TVK が技術の粋を集めて作ったね。これが TVK の今の最高技術の塊ですか。そうです、フリップでございます。すごい、もうこれ以上のものはできません、はい、これがもう TVK のマックス、はい、もうそうです、もう色も3種類しかないですから。でもこのマックスを私に使っていただいて本当にありがとうございます。決定型 A 型、あ、僕も A 型です。 A 型同士ですか、うん、はい、生年月日がね、はい、12月16日そうなんです、ベートーベンと同じ誕生日です。そうですか、はい、僕ちなみに僕ナポレオンと一緒です。あ、じゃあちょっと、はい、いい感じですね。でもナポレオンの方上かな。いや、その上も下もないですけど。そう、でも、うん、だからなんだっていう話で、別に、ね、いやいや、でもこれで音楽家とかってわけでもないので別に、うん、身長体重がねあって、はい、あ、これね、体重ね、キティちゃんのやつだ、はい、キティちゃんって3個分とかでしたっけ。キティちゃん3個分、はい、多分150個じゃ足りないでしょうね。うん、多分これはちょっと軽く見積もりすぎてるかもしれない。はい、でもね、あ、足のサイズとかって誰も興味ないでしょ、私の足のサイズ。これ聞いて誰がどうするんですか。いやいや、もしかしたら、うん、熱烈なファンがね、ぜひこの靴履いてください。靴くれる方いらっしゃるかな。うん、いやいやいや、いいじゃない、あの、はい、めちゃくちゃのピンヒールのね、ピンヒールのね、かっこいいやつとか、 23.5 センチがもしかしたらいつか履くことあるかもしれないです、うん、はい、この辺もね、はい、ボンキュッポンってね、ボンポンボンぐらいかな。かわいい。ちょっとキュは言ってない、ちょっとね、うんうんうん、ぐらいですかね、はい、座右の銘、はい、読めますこれ。え、1位は座千本、一子じゃないか、一義、そうです、一義千本、初めて聞きました僕これ。体操の中学校の頃の恩師の言葉なんですけど、はい、どんなに不器用な人間でも、うん、一つの技を1000回繰り返せば人並み以上になるっていう言葉なんですよ。頭が下がるな、これは。なんか染みません？俺なんか10回やってできなかったらもうやめちゃうもんね。1は1技10本、うん、1技10本、あ、ちょっと990本足りなかったですね。足んない足んない、うん、あの、あ、さっきね、これはもう絶対消してください。その代わりに、いやいやいや、あの芋虫をこっちに入れてください。特技は訂正いたします。はい、嘘とね、はい、コンプライアンス非常に厳しくなってますから、はい、じゃこれで、はい、ありがとうございます、はい、側転と芋虫と。お笑い好きなんですか。お笑い好きなんです私。ちょっと今まで聞いたことなかったけど。あ、本当ですか。全然あの、はい、目がキラキラしてるなみたいなの全然感じなかったんですけど。でも聞いてください、アキラさん。聞きましょう。聞きますけど。私好きな芸人さんがいるんですよ。はいはいはい。ヒント一つ目、うん、TVK で番組を持ってる芸人さんです、うん、はい、頭文字は、うん、あです。あら、すいません、ありがとうございます。アルコ&ピースさんです。すごで途中まで一緒なんですけど、あ、これ、ね、書いてるんですけど、ちょっとね、ちょっと書いちゃってるんですけど、そう、アルコが好きなんだ。あ、アルコって呼ばれるんですね。なんかソニーの昔の方、そうそうそう、皆さんね、ソニーね、いたの。アルコっておっしゃいますよね、うん、アルピーさんが大好きです。うん、そう、あ、じゃあ、アキラさんも、アキラさんも好きですよ。いや、いいいい、ちょっともうこれ枠をはみ出して今ちょっとアピールします。アキラさんも大好きです。センスの塊なんだから。いやいやいや、アキラさんも、酒井くんも、平子も、アキラさんもお盆の塊です。お盆のね、お盆の塊ってもう本体ないじゃない。プロレスも好きなの。プロレス大好きです。もう今結構あの多いですね、プロレス好きな女性のことプジョシとかって言ったりするんですよ。だから結構女性ファンも増えてるかなとは思います。確かにね、はい、かっこいい選手も多いでしょ。そうなんですよ。今、まあ、昔もかっこよかったか、はい、なんかね、私肩幅広い人が好きなんですよ、うん、だからプロレスラーって皆さんそうじゃないですか、うん、めちゃくちゃ広い、はい、だからもう別になんか、うん、いい試合をするとかっていうのももちろん大事にして見てはいるんですけど、うん、もはや入場した段階で満足してるみたいなところはあります。そのでっかい肩幅のそういう人間が出てきただけで、はい、わあ、そう、もうそれだけで、はっ、よかった、今日来てよかったって思います。
似ている有名人紫式部、はい、紫式部似てません？あの紫式部、紫式部、あのもしくは清少納言どういうこと？平安顔ってこと？そうです、私本当平安顔って言われるんですけど、あの視聴者からも、はい、誰々に似てますねっていうメールがね何通か届いてるんですよ。え、全部それ紫式部じゃないですかさあさあさあ、まず1通目、はい、横浜市の誰だろう、砂押さんでいいのかな、ありがとうございます、横浜市砂押さん、ありがとうございます、ありがとうございます。照井さん、はい、柏木由紀さんに似てますね、美人だし楽しい、嬉しい、会いたかったじゃんえ、嬉しい、ゆきりん、ゆきりん、いやそれは嬉しいですね。続きまして、はい、横浜市の飯田さん、はい、飯田さん、ありがとうございます。うちの旦那が照井さんはダンフミに似てると言っていますがダンフミさん、言われたことありますか？ダンフミさん、ダンフミさん、え、ないです、最女ですよ、言われたことないですけど似てますか？いや確かにでもなんか品のいい感じは似てるかもしれない、はい、いや似てるかな、ダンフミさん、割とね、こうスレンダーで背の高い、はい、似てるかな、いやでもありがとうございます、そんな、目がすごい、心が綺麗なのかな誰か旦那さんが、心が綺麗ですね、心が綺麗ですね、はい、横浜市の藤戸さん、はい、ありがとうございます。照井さん、誰かに似ていると思ってもやもやしていましたが、はい、最近分かりました、はい、大宮エリーさんに似ていると言われませんか？大宮エリーさん、大宮エリーさんって劇作家の方でしたっけ？分かんないな。あ、たまにテレビのコメンテーターとかでもたまに出てらっしゃるかな。あ、うんうん、あれかな、やっぱここなんだよな多分。あ、なるほどね、多分ここがちょっとこうな長め、面長というか、ここのね、ここと、あとこの目の下のこの笑った時にできるこの感じかな、そのね、はい、この涙、そう、涙袋というかこの辺が似てるんですかね。はあはあはあ、大宮エリーさんね。東京都大田区、はい、片田さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。照井さん、はい、カピバラに似てるって言われませんか？言われます言われるんだ、これは言われます。ニックネーム似てるって言われる、テルバラってどうでしょう言いづらいですよ、テルバラってもうなんかベルバラみたいになっちゃってますよ、うん、通りでそうだわ、うん、確かにキャベツガブガブいってる時カピバラに見えたかもしれない。あ、そうかも、ガテンがいくかも、うん、一番ガテンがいくかも、そうですね、今までの中で一番アキラさんもピンときてる、ピンときてるかも、はい、似てる有名人でもいいじゃん、うん、紫式部、カピバラ、うん、ということでね、似てる有名人、はい、こちら芸能人でいただきました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。ここに一個あるんですよ、うん、めくりはね、いきますよ。何？ダリッ。好きな男性のタイプは、まあ、今もね、ちょっと聞いちゃいましたけど、はい、どんな人に惹かれますか、なんていうね、はい、ちょっとこう気になってる方もいらっしゃるんじゃないかななんて思うんですけどね、はい、まあ、いろいろ。ちなみにアキラさんは？僕ですか？いやー、なんだろうな、でもやっぱり笑顔が素敵な人はいいですよね。あの、すごいありきたりなこと言ってますねいやいや、もうやっぱり笑顔が一番、好感度狙ってません？いやそんなこと、好感度を狙いに行った答えをしてます。肩がいいとか、やっぱそういう見た目とかじゃなくて、やっぱその、はい、溢れる笑顔っていうのかな、うん、はい、そういうのがいいなと思います、はい、書きました？書きました、はい、あ、待って、間違っちゃった、書き間違っちゃった、ガソリンスタジオって書いてた間違っちゃった、ガソリンスタンドで…てんてんてんっていう、ガソリンスタンドでてんてんてん、はい、ガソリンスタンドのセリフのところに行くと、うん、セリフ、はいはいはい、静電気防止のところにタッチしなきゃいけないじゃないですか。はいはい、します、します。あれ、タッチする人が好きです。はぁ、いや伝わってないな、これは。なるほどね。私、そこに性格が出ると思ってて、うん、ああいうの省く人ってなんかこう女性の扱いとか雑なんじゃないかなって思うんです。なるほど。あと、もう一個言えるのが、うん、高速とか乗るときに ETC でちゃんと減速しない人もちょっと嫌なんですよ。あ、ちゃんと減速する、かつ、ね、セルフのスタジオで、スタジオだってセルフのガソリンスタンドでタッチする人。はぁ、はい、なるほどね。がいいですね。アッパルの、マイクロバスのパンチさんはどうですか？あ、パンチさんって本当になんかありえない、普通の乗用車でも行きたくないなっていう道をブーンって行くんですよね。すごい。しかもパンチさん結構肩幅あるかも。あるあるあるわあるわ。
確かにある。しかもちゃんと高速乗る時も減速してますよね。減速してる。あとはじゃあガソリンスタンドでタッチするかどうか、それはちょっとまだ見たことないから、ちょっと一回ガソリン抜いときましょうか。そうですね、ちょっとロケ途中で一回ガソリンスタンド寄る流れ作りますか。続いて右の方も行ってみましょう。こちらね、年表がパッと書いてありますよ。1994年岩手県盛岡市で生まれる、そして、2000年幼少期の夢は、おー、なんだ、モーニング娘。そうなんです、アイドル好きなんだ。やっぱちっちゃい保育園の頃からアイドルが好きで、でやっぱその保育園の頃っていうと、もう全盛期だったのがモーニング娘さんでしたね。そうですか、はい、がっつり大人になってからだけど。あそっか、そりゃそうだな、20歳違うんだもんだって、ね、ラブマシーンとか、ね、そういう時ですね。そうか、はい、で2007年中学と同時に機械体操を始める、はい、始めると、はいね、見せていただきましたけれども、はい、で高校時代2010年は往復、はい、約15キロを毎日自転車通学、はい、AKB48 にハマる、はい、体操で東北大会出場、はい、すごいじゃん。そうなんですよ。じゃあ県大地域大会県大会勝ち抜いたってこと？市が市の大会、県の大会、東北大会。すごっ。そうですよ、往復15キロってことは、まあ、はい、行き帰りそれぞれ、まあまあ、8キロ、7キロ、8キロぐらい、はい、7.5 キロぐらいでしたかね、はい、結構あるでしょ。しかもものすごいこうアップダウンのある道だったんですけど、自転車で通ってました、元気に。体を鍛えるみたいな感じですよね。そうだね。でこっからモーニング娘。から、そう、 AKB がね、やっぱ時代が移り変わってこの辺でハマりました。なんかきっかけあるんですか？最初前田敦子さんの出てるあっちゃんのドラマにハマって、AKB の入りはあっちゃんでした。なるほどね。締めはあっちゃん、でそこから、あのこのね、好きな有名人の方にも書かせていただいたんですけど、はい、この指原莉乃さん、サッシーのことが好きになって、でもどんどんこう深みにはまっていきましたね。そうなんだ、はい、じゃあもうあの金太郎のモノマネとか見たら腹立ててたんじゃないですか？いや、私もやってました。やってたんかい。やってました。金太郎側の方をやってました。金太郎のモノマネをやってました。金太郎さんのやる、なんだ、フライングゲットの踊りやっていいですか？あ、はいはいはい、いきますよ、はい、3、2、1。どうですか？いいですね。わかります？ごめん、サイレントだったけど、動きはこんな感じじゃないですか？あ、そんな感じ、こんな感じでしたよね、思い出しました。皆さん、ちょっと前田敦子さんのあれもいただいていいですか？やっぱり有名な1位取った時の。それは金太郎さんバージョンでいいんですか？あ、でもどっちもいけるんだったらどっちもやってもらっていいですよ。じゃあ金太郎さんバージョンで前田敦子さんのオノマネ、はい、私のことは嫌いでも AKB48 のことは嫌いでることです。いいですね。ちょっと顔を上げられないかもしれない。どうしよう。いやいや、いいですよ。わあ、なんか大好きなあっちゃんに申し訳ない。じゃあ2012年が AKB ファンをこじらせアナウンサーを志す、はい、え、どういうことこれ？どういうことかというと、めくっていいですか？はい、いきます。はい、当時の推しサッシーのスキャンダルがあり、どんな形でもいいからサッシーの近くで支えたいと思った結果テレビの世界に入ろうと考えたが答えです。こじらせましたね、はい、だいぶ理論がこう何個も。そうなんですよ。なんか、まあ、ちょうどね、高校3年生2年生かな、で、まあ、将来どうするかとかっていうのも考えなきゃいけない年代で、テレビも好きだし、落ち込んでるサッシーをそのままにしておくわけにはいかないと、とんだファンですよね。いやいや、別に私が近くにいるからなんだっていう話ですし、実際会えてないしなんですけど、だけど本当にもうサッシーに会いたくて。そっか、まあ、確かに、はい、ここで一つメールいきたいと思います、はい、東京都稲城市、白間さんかな、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
照井アナは歌もスポーツもお笑いも何でも対応できそうですね、はい、え歌もお笑いもスポーツもだから何回かあっぱれ見ても素質を見抜いてるんですよ、はいはいはい、うわえどういうことだそれこそねこんなに好きなアイドルがいっぱいいたら、はいはい、今でも歌える歌とかあるんじゃないですか歌カラオケ行ったらこれ歌っちゃうなとか、はい、これだったらもう歌詞私見なくても全然歌えますよみたいな、はい、あそれはやっぱあるんじゃないですかありますね指原さんはですねソロの曲を出してるんですよえ知ってますちょっと存じ上げなかったですそれでも好きだよっていう曲を出してて、ええうん、その曲もカラオケでいつも歌いますはあ、はい、なるほどね、うん、それでは視聴者の皆様大変お待たせいたしました指原莉乃さんのそれでも好きだよお聞きくださいえあここでまさかりかついで金太郎はいお願いしますはあ、素敵な歌声ありがとうございましたありがとうございましたいかがでしたかあの今できればあんまりカメラの方見たくないなんでですか恥ずかしいからもうだめだ進めてくださいいやいやでも良かったですよ上手だった歌いや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 非常に素敵な歌声でした、はい、ありがとうございます、はい、でねまた年表の方には、はいあちょっとっね、1個めくりがあるんですよ、はい、これ2017年、はい、地元岩手県のテレビ局に就職そうです、ね、ニュースキャスターや情報番組を担当当時、はい、ほにゃららとして知られていた、はい、かぶり物アナウンサー、はい、なんですかかぶり物アナウンサーって何ですか初めて聞くんですけどかぶり物アナウンサーご存知ないいやちょっとねスポーツ系とかね報道系っていうの聞いたことありますけど、はい、かぶり物アナウンサーっていうのは初耳ですねあ神奈川にはそういうジャンルはないのかな、うん、あの私情報番組で生中継をずっと担当してたんですけども、はい、結構その中継する内容に合わせたかぶり物だったり、うん、こう顔はめパネルだったりをつけてかぶって中継するっていうので、うん、結構割と岩手では知られてたかなとあの南足柄市に行った時、うんスルスミっていうね源頼朝の愛馬をかぶってテルスミをやったんですけど、はい、あの時があっぱれの中で一番リラックスしてたかもしれないそうか今まで自分がやったことあるそうなんですよやつだからかぶってるとなんかこう落ち着くじゃないですけどなんか本来の私になれたんじゃないかなっていう感じがしました、うんなんかかぶって放送したいなぐらいですかあそうですねできることならば何かこう顔周りにあった方が安心は、うん、安心はするって変ですけど段ボ
ールアートっていうんですかね、はい、ダンボールで結構自分でいろいろ作って、うん、こうパネルを作るみたいなのやってたので、ちょっとお手製のやりますかぶり物、神奈川初の手作りかぶり物しますか。ちょっと見せていただきましょうか。はい、せーの、てて、神奈川県でーす。どうですか、顔ぴったりじゃない。そうなんですよ、あの私ちょうど岩手から、いや持ってくるかだいぶ迷ったんですけど、はい、こう自分の顔のサイズの型を持ってるんです。え、そのこれマイ型、マイ顔型、それが一番綺麗に輪郭を、はい、そうですね、取りつつ、はい、顔も出て、顔も出てぴったりはまる、はい、ちょうどこうはまるサイズっていうことで、もうほぼほぼいってんじゃない、ほぼほぼ大丈夫ですか。うん、はい、それこそ町田の部分なんかもうまく抜けてるし、うまく抜けてる。ちゃんとね、町田はね東京ですから抜きました。すげえ、はい、いや早かったもんね、はい、作るの。そうですか、神奈川この辺がこうちょっと、うん、顎が安定して、確かにね、はい、かぶり物に適した形をした県だと思います。県の形ですね、はい、ちょっとなんか疲れた時三浦半島あたりとか、そうそう、三浦半島でちょっと三浦半島で肩もんで、うん、でまあちょっとツボをしたい時こう真鶴とかで、そうそうそう、こうちょっとこうツボをしてみたいな。そう、はい、今日のこの増刊号で、はい、なんかこう一皮むけた感じするんじゃないですか。でもこうやってこう、ね、普段こうロケしてるだけでは伝わらない私のこう一面を知っていただくことで、こう番組とかね、そうです、その番組でやってるものに興味を持っていただけたら本当に嬉しいです。歌も歌ってね。あ、そうだった、忘れした。忘れした。せーの、どうだ。なんで目ん玉かかないのよ。心が綺麗な人に見える。